利根川ですね、やっと緊急事態宣言が解除になって、ね、やっと今年の初釣り行けるって感じです、ちょっと緊急事態宣言中どこも行けなかったんで、やっとまあもうね3月いつだろうな、今日23かな、寝癖がで今ね、やっと水温がね14度ぐらい。ただ昨日の夜は結構冷たい雨が降っちゃって、結構今日も冷え込んだ、朝7度とかね気温がなんですけどね、まあちょっとね今日釣りたいのがあってね、やっぱね春っぽくね、こういうねジャーズベイトね、こういうねジャーズベイトとかね、こういうのでもう釣りたいで、あとはまあこの辺のねちょっとプランツね、このまあこのこっちはねちょっと浅いんでこっちかな、でこの辺をねちょっとやってみたいですよね。めっちゃ朝日が綺麗、超朝日が綺麗、見えるかな。朝日が綺麗、今5時50分、ねもうちょっと早く寝たかったけどしょうがない、寒い。やばい、今ねカメラを止めてた、事件があったはよ、ついに2021年ファーストフィッシュが、これが21年ファーストフィッシュです。70cm ぐらい、ほら、うわすげえ、ライトが来た、テキサスね、バスじゃなかった、がっつりだよ。75センチ、このゲイリーのねツインテールですね、ツインテールグラブのテキサスで、でかい、うわやばい、
よっしゃ、初バス。ちょっとちっちゃい、40センチだ。やったやった、スピナーベイト。ほらね、これを、やった。めっちゃ嬉しい。Yeah.